皆さんこんにちは。ドイツ一部リーグのバイエルンミュンヘンに所属し、ドイツ代表のキャプテンを務めるマヌエル・ノイアー選手。11月23日、ドイツ代表はカタールワールドカップの初戦を日本代表と戦い、1対2の逆転負けを喫しました。ドイツ代表不動の守護神は試合後インタビューに応じ、悔しさをにじませました。今回はそんなノイアー選手が試合後のインタビューについて調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介させていただきます。本名マヌエル・ペーター・ノイアー。生年月日1986年3月27日36歳。出身地ドイツ・ゲルゼンキルヘン。身長体重193cm、 93kg。 在籍チーム FC バイエルン・ミュンヘン。ポジションゴールキーパー。地元ゲルゼンキルヘンのクラブであるシャルケ04のユース出身のマヌエル・ノイアー選手。14歳まではサッカーと並行してテニスもプレーしていたそうです。2006年8月19日のアレマニア・アーヘン戦でブンデスリーガデビューを果たすと、フランク・ロスト選手に代わりシャルケの正ゴールキーパーの座を手にしました。2007年にはブンデスリーガ最優秀ゴールキーパーに選出されています。2007、2008年シーズンはリーグフル出場を果たし、 UEFA 欧州チャンピオンズリーグではベスト8入りに貢献し、この活躍もあり UEFA 最優秀ゴールキーパー賞にドイツから唯一ノミネートされました。2010、2011年シーズンは欧州 CL ベスト4に貢献すると、2011年約21億円の移籍金で名門バイエルン・ミュンヘンに移籍します。2014年にはドイツ年間最優秀選手に選ばれたノイアー選手。2020-21 シーズン第18節のシャルケ戦で、これまでオリバー・カーン氏が保持していた記録を破り、リーグの新記録となる197回目の無失点を達成しました。そして第21節 RB ライプツィヒとの対戦で勝利し、ゴールキーパーとしてはカーン氏に並ぶ通算310勝を挙げました。ノイアー選手はドイツ代表でも活躍し、2009年 UEFA アンダー21選手権最優秀ゴールキーパーに選出され、2010年ワールドカップ南アフリカ大会では正ゴールキーパーとしてドイツを3位に導きました。さらに2014年ワールドカップブラジル大会では全7試合にフル出場し、わずか4失点でドイツの世界一に貢献し、ゴールデングローブ賞を受賞しました。代表を引退したバスティアン・シュバインシュタイガー選手の後任として新キャプテンに任命され、ドイツ代表チームでゴールキーパーがキャプテンを務めるのはカーン氏以来2人目だそうです。2021年6月7日UEFA ユーロ2020直前に開催された親善試合ラトビア戦でドイツ代表史上初の代表通算100試合出場を達成しました。安定感抜群のセービング、エリア外への飛び出しや最後尾からのゲームメイクで、これまで数多くの個人タイトルを手にし、今では世界最高のゴールキーパーと言われるノイアー選手。そんなノイアー選手がキャプテンを務めるドイツ代表は2018年ワールドカップロシア大会に続き、またしてもワールドカップの出だしでつまずきを見せました。リードを奪いこそしたものの、ドイツ代表は試合を決めきれないうちに失点し、最終的に逆転負けを喫しました。ドイツ代表不動の守護神であるノイアー選手は試合直後のインタビューで、今回の敗戦について、とにかくフラストレーションが溜まっている、なぜ諦めてしまったんだ、それが残念でならないと嘆き、当然好ましくないですね、試合を落としてしまったことに完全に失望していますし怒っています、これは不必要という言葉では足りません、私たちには多くの決定機がありました、もちろんそこには幸運と不幸が隣り合わせです、どうしても必要だった、2得点目には少し及びませんでした、そして日本に追いつかれてしまい、ハーフタイム後試合の流れをうまくつかめませんでした。前半持てていたような自信を持てませんでした。私たちは共に攻撃し共に守備をします、誰か個人のせいにはしません、一つのチームでいるので
それは当然なことです。でも私たちはもっと改善しなくてはいけません。と試合を振り返りました。まさかの優勝候補の敗戦。キャプテンとして国を背負う守護神の言葉に責任感を感じます。ドイツ国営放送とのインタビューでは、僕らから見れば決して危険な試合だったというわけではなかったと試合を総括しました。前半は8割のボール支配率を誇るイルカイ・ギュンドアン選手の PK によって幸先よく先制し、試合の主導権はドイツにありました。その中で時折日本代表はカウンターから危険な場面も作り出してはいたものの、最終的にノイアー選手がそこに介入する場面はそこまでは全くなく、そういった試合展開から日本代表の森保一監督は冨安健洋選手を加えた3バックへと修正して、前半とは打って変わり、後半は森保ジャパンによる怒涛の反撃に苦しみ、ドイツは問題を突きつけられることとなりました。日本代表はそこで少しプレッシャーを増していくようになり、マンツーマンでより高い位置からプレスを仕掛けてきたとノイアー選手は振り返りました。ただそれでもドイツ代表は日本代表に対して攻略の糸口は掴んでいるようにも見えていたのですが、ただそこで絶好機を手にしてもなかなかゴールネットを揺らせず、そして終盤、日本代表の堂安律選手と浅野拓磨選手に連続ゴールを許して、まさかの黒星発進を余儀なくされたのでした。ハンジ・フリック代表監督も、後半我々が優位に進めていた時間帯で多くの得点チャンスをつかみながらものにできなかったと悔しさをにじませ、個人のミスによって今回の我々はこの悔しさを味わうことになったとフリック監督は今回の敗戦を振り返りました。次戦のスペイン代表戦に向けて我々が改善していかなくてはいけない。それでも我々にはスペイン代表から勝利を収められるだけのクオリティはあると指揮官は前を向きました。ノイアー選手も、もっと自信を持ってプレーしなければいけない、前半は十分な自信を持っていてパフォーマンスも良かった、危険な試合ではなかった、でも僕らは相手を強くしてしまった、強い気持ちを見せシグナルとなるパスを前方へ通さないと逆に苦しむことになると自信を持ってプレーすることの重要性を語りました。一夜にして崖っぷちに立たされたサッカー大国ドイツ、次戦11月27日に行われるスペイン戦でもし敗れてしまうとなれば2大会連続のグループステージ敗退が確定する可能性もあります。果たしてジャパンショックを振り払って自信を取り戻せるのでしょうか。まさに背水の陣で運命の第2戦に臨みます。ドイツ代表不動の守護神であるノイアー選手の活躍からも目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。